女の子は駅から家に帰るまでの道が大嫌いだった。帰り道に古いアパートがポツンと立っている。その2階の窓からニタニタと笑いながら女の子を見ている男が毎日いるからだ。女の子はそれが怖くていつもアパートの前を走って通り抜けていた。そしてある日また同じように女の子はその道を歩いていた。 アパートの2階にはまたあの男。しかし、この日はいつもと様子が違った。こっちを見ながら何か言いたげに口をパクパク動かしていた。女の子はあまりにも気味が悪くて、アパートの前にある角を曲がって遠回りして家に帰ることにした。その日、女の子は死んでしまった。気づいた時が恐怖の始まり。